KA ホープレーツエーテリック仮面に攻撃。バカな、攻撃力500で私のモンスターに。この瞬間ホープルーツの効果発動。このカードがモンスターエクシーズとバトルするとき、オーバーレイユニットを1つ相手に与えることで攻撃を無効にし、このターンホープルーツの攻撃力はバトルを無効にした相手モンスターとのランクの差かける100の攻撃力となる。ランクの差は12、よって攻撃力は1200だ。その程度のパワーアップが何になる。まだだ。さらにそのホープルーツの攻撃力にお前のモンスターのオーバーレイユニットの数をかける。エーテリック仮面のオーバーレイユニットは33、よって33倍の攻撃力だ。攻撃力39600。だがすでにホープルーツのバトルは終わっている。それはどうかな。速攻魔法ダブルアップチャンス発動。このカードはモンスターの攻撃が無効になった時、攻撃を無効にしたモンスターの攻撃力を2倍にしてもう一度攻撃を可能にする。攻撃力79200。これが俺とアストラルが戦ってきたデュエルの決勝、ホープルーツ最後の攻撃だ。ホープガンルーツクラッシュ。これがこの世界を導く新しき光。